はい、皆さんこんばんは。今夜はバックトゥザフューチャー第2弾当たりましたな。バックトゥザフューチャーはもうとっても当たりましたね。それでもう世間の人がバックトゥザフューチャーをなんか合言葉にするようになりましたね。それが夢になりましたね。ところが今度はそれの第2弾、一度当たった2弾も同じメンバーです。当たりましたね。ところがこの第2弾、まだ一遍もテレビで放送してなかったんですよ。今晩初めて皆さんご覧になるんですよ。さあ皆さん、このお話はもう十分ご存知でしょうけど、私たちはよく考えますね。20年先どうなってんだろうとか、あるいはお前と俺と結婚したのは今から18年前だったねとか、よく言いますね。そういう小説によくありますね。過去、まだ若く頃こうだった、あるいは年取ったらどうなってる、世論言ってるか、なんかよく小説に書いてありますね。けどそれは文章で書いてあるので、本間もんはなかなかうまく見せられない。ところがこの映画は見事に30年前30年後みたいなことを現実に見せるんですね。それが映画のつまみですね。映画の面白さですね。さあ今日出てくるこの人たちが30年先どうなってるか、30年前どんなに若かったか、それがそのまま出てくるだけではなく、その時代が出てくるんですね。その時どう言っちゃった、あの時にあの競馬のあの本があったらとかいうようなことが今あったら大儲けとかいろんなことが出てくるけれども、まあそんなことよりも面白いことはこの映画の撮影ですね。さあこのような主人公が未来になった時に子供が2人いますね。お父ちゃん自分自身と子供、女の子と男の子、その3人が画面に出てきて、一つの画面で3人がこのお父さんとマイケル・J・フォックスですね、このお父さんと娘マイケル・J・フォックス、息子マイケル・J・フォックス、3人が同じ役者が3人になって出てくるところ、どうして撮影するのか、まあそういうトリックがいっぱい出てくるんですけど、この映画の面白さはタイムスリップというのか、本当にタイムのクロスワードパズルいうんでしょうか。はあ、過去行った、現在行った、現在行った、過去行った、その目まぐるしさ、人間というものの生涯の面白さですね。そういうわけでこの映画は、まあ、マイケル・J・フォックスが大騒ぎ、それにクリストファー・ロイド、あのおじいちゃん博士、それが大騒ぎ、見事見事、監督がロバート・ゼメキスですね。ロバート・ゼメキス、これはロマンシング・ストーンのあのやり手の監督ですね。さあこの連中がどんなに面白く今晩皆さんをお騒がせされるか、びっくり仰天の、これは本当に自慢の作品です。これは1989年、今晩ゆっくりこの記念的な放送を楽しんでくださいね。あとでまた会いましょう。マイケル・J・フォックス、バッテンロはバラエルにとかになりました。コメディ、ピンクコメディ、あれで人気出たけど、この人はマイケル・J・フォックスは、この人面白いことに、あの映画の中で俺たちに明日はないですか、あの映画の中でガソリンスタンドの妙な男の子がいたんですね。マイケル・J・ポラードに言ったんです。あれに夢中になってとっても大好きで、あの人の名前を取ってマイケル・J・フォックスなんですって。ちょっと変わってますね。妙な妙な俳優ですけど、それが大好きだったんですね。それからこの映画に出てくるこのクリストファー・ロイド、あのおじいちゃん、博士のおじいちゃん、あの人、まあいい映画に出てるんです。カッコのその上でとかね、郵便配達は二度ベル鳴らすとかね、いい映画に出てるんですけど、コメディになりました。ところがこの人実は舞台の俳優で、舞台で有名なんです。ハッピーエンドというミュージカルありました、ニューヨークで。僕見たんです、これ。ところがメリル・ストリープとこのクリストファー・ロイドが出てるんですけど、ギャングの親方とギャングの姉もクリストファー・ロイド歌うんですよ。びっくりしましたね、メリル・ストリープ歌うんですよ。というわけでこのおじさんもなかなか立派な人なんですよ。ご存知、男はつらいよ、柴又より愛を込めて。今回寅さんはなんと先生に一目惚れ、久しぶりに燃え上がる寅さんの恋心。結婚申し込まれたって考え、マドンナに栗原小牧を迎えて送る、はい、男はつらいよ柴又より愛を込めて。あのエディ・マーフィーが送る SFX コメディー、ゴールデン・チャイルド。この世に善をもたらす子供が悪魔たちの手によって連れ去られた。子供を救えるのはただ一人、アジャンティの宝剣を手にアドベンチャーに挑む、ゴールデンチャイルド。
大ヒットシリーズスターウォーズ帝国の逆襲。ルークたちは再びダースベイダーに挑む。氷、雲、そして七体、3つの惑星と大宇宙を舞台にエキサイティングな戦いが繰り広げられる。豪華キャストで送るスペースアクション巨編、スターウォーズ帝国の逆襲。はい、続々とこのように注目の作品が登場しますよ。どうかご期待くださいね。それではさよなら、さよなら、さよなら。